肩こりしますか？これね、うん、してるっぽいんすよね。どういうことっすか？してるっぽいんだけど、うん、肩こりがどういうものなのか分かんないから、あ、そう、肩こりって分かる？してないんじゃないですか、それは。してないのかな？僕してないですよ、ちなみに。で、してた時ってあります？勉強めっちゃしてた時はやっぱ肩こりしてました。うん、してる時ってどうなるの？いや、肩凝ったなって、こう、ゴリゴリゴリって。わかんない。わかんない。よくわかんない、自分では。いや、でももう したら、あ、凝ってんなってわかるんで。これだってわかる？うん、これだってわかります。へぇー。多分。そう、自覚症状、症状がわかんないんですよね。それマッサージ行ってみてえなと思って行ったことないんですよ。え？マッサージ？街のマッサージあるじゃないですか。いろいろな、なんか。はいはいはい、はい。まあ、駅とか、なんなら駅とかにもあるじゃないですか。ありますありますあります。あえて行ったことなくて。え？でも行ったじゃないですか。え？行かなかったっけ？いや、タイで行ったじゃないですか。足つぼマッサージ。足つぼ、だから足つぼね。忘れちゃったんですか、足つぼね。いや、忘れてない。一緒に行った。いて、いて。あのタイの足つぼマッサージ。覚えてますよ。覚えてます。だからあれ足つぼマッサージでしょ、まあ、あれは行った、あれは行きましたけど、はいはい、そのいわゆるなんか肩とかを、そう、肩とか揉んでくれるとか。いや、あれね、いいですよ。でも僕おすすめなのは、うん、やっぱその痛いんですよね基本。あ、マッサージって、マッサージ結構足つぼじゃなくて、足つぼじゃないよ。いや、結構全身マッサージも痛いんで、うん、痛くないとこおすすめです。どこが、どこが、僕どこ、どこ痛くないとこどこなのよ。いや、こう言われるんですよ。うん。例えば、あの、うん、強さはどれぐらいがいいですかって、普通でとか言って、普通で結構痛いんで。はいはいはい。でもそのなんか普通でって言って、揉んでもらって、うん、あ、ちょっと痛いんで弱めてもらっていいですかってダサくて言えないじゃないですか。まあまあまあ、ちょっとね、ちょっとね。僕はちょっと、うん、言えないんですよ、性格的に。はいはい、いや、わかるわかるわかる、うん。だから、あ、今日はまあちょっと、弱めでみたいな、最初に言っとくと、うん、今日はその気分なんでみたいな雰囲気出して言っとくと、うん、おすすめです。はい。え、どうぞ。痛いんだ。だってさ、うん、どうぞ。足つぼめっちゃ強いじゃん。肩とかは痛いの？いや、痛い。いや、結構な圧できますから。いや、これね、どうぞ、マジで足つぼマジで強くて、うん、そんな、そうですね、足つぼマッサージ、そうそうそう、うん、なんか見たもん、なんかの、うん、超昔、うん、キヨキヨさんとかと、うん、クラロアか、クラクラか忘れちゃったけど、やりながら、足つぼやりながらやるやつで、はい。どうですか、全く表情変えずに、普通に、やってたもん。確かに。いやいやいや、人並みに痛いですよ、うん、ちゃんと。確か、足つぼ全然効かない人だった。そんなことある？トスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。